何も覚え分かってないからね、普通にあの子ですね。ありました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 エンジンは切れてましたね。うわうわ出てー兄貴また見てね。また見てね。ああ疲れたわ。暑いなマジで。マジで暑いっすね。マジで暑いっすね。そうですね。あの車内やばいですよ。マジでやばいですよ。なおもちょっとなんかフラフラしてる普通に。で今日は何やる？何ですか？TikTok の打ち合わせ。打ち合わせ。手書いただけですね。でもね。私を呼ぶためってことですよ。それでも本当マジ本当打ち合わせだけど。打ち合わせないけど打ち合わせしようかみたいな。はい。まあその時にちょっとついにやってりゃいいんじゃねみたいな。まあまあ確かにそうですよね。ないもんな。打ち合わせ。そうですよね。えなんでほんまにこのためだけですか？さっきの。そうそう。車内ドッキリだけ。そうっすよ。そんだけですか、ほんまに。そのためぐらい。マジっすか。はい。せっかくなんで、なんか一本普通に動画撮りますか、なんか。いや、動画って僕も、この後あれなんですよ、打ち合わせがあるんですよね。あ、マジっすか。僕の編集はちょっと詰まってて。マジですか。じゃ、ガチでこの動画だけに。いや、本当にガチ。マジっすか。まあ、今日、じゃあ、本社におっても。まあ、やることないんで。まあ、そうっすね。じゃあ、お疲れ様。あ、すみません。そうだよね。お疲れ様です。あ、すばらしい今日。やばいですね。で、まあ今回検証で、前回イケメン。はいはい。イケメンのトラックパクったじゃん、俺。パクったじゃん。嗅ぎつけっぱだったね、見事に。まあ今回さ、営業も多分変わらんのちゃうか。営業とかプランナーとかさ、まあ事務作業してる人たち。だけどなんか他の人出せんじゃん。はいはい。だから今回リリちゃんにまた2本立てで。でもしょうがないですね。それはもうしょうがないしょうがない。しょうがないですね。出る人がいないからしょうがないんで。まずリリちゃんが来たらジョーカーのマスクでドッキリするので、でその後には TikTok のミーティングで来てるからね。でミーティングしますってなった時に、ミーティングはしないからないからそもそも。だからとりあえず俺僕は次は打ち合わせあるんで、まあ今日なしだよこれだけではダメだよっていうことでまず帰らして、まあ帰らしたところを俺とお前でね2人で尾行してどっかコンビニとか寄った時にピッてくら取ってたもの。ちょっと一個いいですか。はい。仮にコンビニ寄らなかった場合。ただつけて帰るとそう仮にコンビニ寄らなかったらただ俺ストーカーただのストーカーだからお蔵入りってことですよね。もうお蔵入りだ。もうさっきはほんと地獄だったもんなマジもしもさあげてきてGMX コンビニ行かなかった時ですよね。コンビニ行かなかったらバチかバチかだろう。やばかったやばいなあんまり近づくとバレるだろう。ああ寄らんねあそこ寄らない。こう寄らんってことは危ねえんちゃうこれ。まさかまずいっすよ。ただただやべえな。ただ多分ストーカーな動画なだけなんだけどあつつけただけだっちゃう。信号赤だったらまずいですね。やばいなやばいな。これちょっとまずいなまずいなこれちょっとまずいなちょっとちょっとナビを見るでナビ見るでどこにちょっと止まるかなってナビ見るで、まあ、とりあえずでもなこれ止まらんかったらさ、はい、何しに俺ら来たってなるん。これまっすぐ行くってことはどっちメインから行くんかな。何一台あいつやばいなやばいな。ちゃんとこれは待ってうせやん。えなんでちょまずいっしょ。ちょまずくない。ちょっとまずいよね。ちょっとまずいよね。ちょっとまずくない。ちょっとまずいっすね。ちょっとまずいよね。ちょっとこっち行くわ。さーっとちょっとこっち入れるわ。ちょっとこっち入れて。どう？おる？いや見えないですね。見え？まだ来たの？やばい、あんまり見てやべえだろ。何も分かっていいからね、普通にあの子ですね。入りました。例の飛行物体発見したと思う。悪い。とりあえず車がここに止めて、隣のやつ何しとんのと思うよね。とりあえず行くわ。エンジンが切れてますね。うわっこれもこれはでもダメだわねえ、やっぱりハンドルロックかかってねえもん。ハンドルロックって不可能じゃないですか。言うか。もう教育でもなんでもない。いやこれが教育やん、やっぱね。ちょっと話しときゃいいっしょ。そういう反応するか。ちょっとだけさ、俺さ思うんだけどさ、はい、気づかなさそうな感じするんだよね。気づかなさそうですよね。これもう止めとくわ。ちょっと行くぞ、プロクソに行くぞ。分からんもん、こっから見て。いないですよね。いない。出てきたな。見て。まだ出ないですね。まだ出てきてないです。あ、出てこん？来ました。ちょっと来ちゃうよ。キョロキョロしてる。コーヒー買ってますね。探してる。それ探しますよ。やっぱ社内教育がなってないね、やっぱり。電話します、誰かに。誰？ジムですかね。ジムまずいだろ。ジムならいいですけどね。ケースに。シャレにならない。多分いきなり警察はないですよね。ジムですかね。まああれですもんね。ジムも知ってますもんね。ジムも知ってる。スペーキー渡してドッキリやるって知ってる。味方は全部社内は全部俺らの味方よ。深刻そうな顔したな。深刻そうな顔します、なんか。俺どうやって飲んだの、マスクの上から。飲んでないですね。マスク貫通しとんのかな、あれ。なんで俺だけ。やばい、まずいな。大丈夫？でこい、今日もやばいな。じゃとりあえず行きます。とりあえず行こうか。じゃとりあえず量このままね。もう別にこんな隠れてる意味ねえよな。あれっていうかちょっと。やっぱ隠しました。いや違う、今これローソンで、はい、そのタピオカミルクティー飲みながらちょっと喋ろうかなと。さっき一瞬電話したじゃないですか。はい。いやなんか聞くかなと思って電話したんですよ。なんか知らんかなみたいな。いやマジで車ないからジムに電話したんですよ。あ、ジムだったんですね。そうですよ、ジムに電話して、私本当に車のスペアキーなんか渡したよみたいな言われて。は？誰が？え？俺言ったよな。言ってましたね。あいつらに絶対言うよねっつって。あいつらってもうあいつらだろもう。は、俺言ったよな。言ってましたね。スペアキー渡したからねみたいな言われて。これ企画かとか思って。これボツやん。これボツやん。そう、それでってナイツさんに電話したんですよ。あ、そういうことですね。みたいな。どうやって帰ろうみたいな。まあ一応まあね、社内教育の動画撮れたっしょ。何の教育ですかマジで。いや本当にだよ、そのまあスペアキー持っ持っとられたらどうするんだろうみたいな。でどうするって、もうスペアキー持っとられたらどうしようもないですからね。スペアキー持ったら、だって俺はもう全部車のタイヤの空気とか抜くね全部まあコンビニ行く時にプシュッて全部抜いて、これはやばいですまあ今日2本撮りだけど暑い、まあ、ずっと走ってばっか今日昼から。いやもうマジでなんかもう車怖いですね。車怖いですね。何が起こるかわかんないですよ。なんか隠れてるかもしれないし、なくなるし。まあ次はまたね。はい。多分すごいですよ。たまたま寄ったけど寄らんかったらどうしなんですか。寄らんかったらもう一か八かのバチだったんで。もうボツなんですよ。マジですか。もうただのストーカーじゃないですか。あでもまあワンチャン狙ってたんで僕ら。ドッキリのレベルが先エグリス。いや逆ですやん。逆ですよ。エグリスって逆に僕に対するドッキリが。なあ。かわいそうですもん。なあ。そうだよな。南荒川駅で待っとったりよ。本当かわいそうですよあれ。いやちょっと待って、めっちゃ一緒にめっちゃディスってたじゃないですか。いやもうかわいそう。お前どっちつかすか。かわいそうでしたよ。それはダメだろう。でもめちゃくちゃかわいそうでした本当に。本当に？お前もそう思った？寝れなかったですもん。ならしょうがないよ。寝れなかったです。めちゃディスってたのき動画見ましたよね。めちゃくちゃディスってたじゃないですか。いやめちゃくちゃディスってます後ろで。あれナイフつけられたんですよ。リリーちゃんずっと。めっちゃ怖かったですもん。家を。つけないですよマジで。まあ最近も僕だって過激すぎるもんで僕に対する。まあ僕はちょっとやったろうかな思って。いやまあでも部屋乱入してきたのはまあまあ過激ですからね。いやあれはかわいそうでしたまたちょっとまた過激なねドッキリやっていきたいと思いますんでね。じゃあぜひチャンネル登録してね、いいね、まあコメントもぜひよろしくお願いします。まあこれ一応教育動画なんでね、社内の教育動画なんで変なアンチコメントやめてください。ドッキリじゃないです。でまあちなみにあと求人サイト、今求人道場ね、建設業やってますんで、ぜひそっちの方見てください。インスタとかでも塗り替え道場で上げてますんで、その求人道場のなんかそのサイトみたいなやつも、ぜひまあそっちの方も登録してもらえたらなと思います。はい、よろしくお願いします。また見てね。また見てね。チャンネル登録お願いします。